牛尾と虎は藤田和弘による日本の漫画、通称牛虎。週刊少年漫画雑誌週刊少年サンデーにて1990年6号から1996年45号にかけて連載された。単行本は少年サンデーコミックスより全33巻が伝1巻、同ワイド版より全18巻、小学館文庫より全19巻。 東日本大震災の復興支援、プロジェクト、ヒーローズ・カムバックの一環として、週刊少年サンデー2013年4から5、合併号、6号で前後編読み切り版として復活した。主人公の少年、青いずきじおが、妖怪、虎と共に、妖怪退治の槍、獣の槍を武器に、最強最悪の大妖怪、白面の者と戦う姿を描く。牛尾と、 虎の出会い、獣の槍と白面のものとの戦いは全くの偶然のようであったが物語が進むにつれてそれぞれの深い関わり、長きにわたる宿命が明らかになっていく。人間と妖怪を超えた深い絆を主軸に置きながら非常に多くの登場人物たちのエピソードが描かれ、それらが終盤に向けて一つに収束していきながら物語は最終決戦に至る。 物語の着想は中国の伝説に登場する真剣で、それを獣の槍という設定にして、後でキャラクターを考えていった。初期のタイトル案には、マヤリ伝などもあった。結末は、最初からある程度決まっており、最終回があっさりしているのは、あくまで、モーシオと虎の話で、その他の人間関係は後日段だ,だからと話している。2019年2月時点で、 単行本の累計発行部数は2500万部を単行本と文庫版等を合わせた累計販売数は3000万部をそれぞれ突破している。1992年には OVA が発売され2015年夏にテレビアニメ化した。本作が藤田の初連載、初テレビアニメ化作品である。そう父親に持つ少年。 青い月潮は自宅の寺の蔵で一本の槍に縫い止められていた妖怪と出会う。潮が虎と名付けることになるその妖怪はかつては名の知られた恐るべき大妖怪であった。当初はその凶悪さから封じたままにするつもりの塩であったが幼馴染みの麻子と麻由子が近くから集まってきた妖怪に襲われたために封印の槍を引き抜き戦うことを約束させる。 最も引き抜かれた直後に人間との約束など保護にする性格の虎は、その後、長い感情によって、槍で殴られ、戦わされる関係となるが、大妖怪虎と、それを500年間縫い止めていた、封印の槍。この槍は2000年以上も前に、中国で妖怪を滅ぼすためだけに作られた、獣の槍と呼ばれる伝説の槍であった。しばらくは、 身近な妖怪と戦う程度の塩であったが、大妖怪の解放も、伝説の妖怪退治道具の勝手な移動も、妖怪と戦い、日本を守る、仏教団体、後派民衆に見過ごせるものではなかった。こうして、槍の奪回と虎の再封印、滅殺を目的とした資格が、潮と虎に放たれることとなる。塩たちは後派民衆の追ってから逃れるためもあり、 亡くなったはずの母が生きていること、そこに隠された母の秘密を知れという父、紫暮れの言葉を受けて北海道を目指す。航空機、陸路、海路とどこにあっても妖怪や光波民衆のものと遭遇し、それらを時に撃破、時に救いながら北海道、カムイコタンへ向かう潮。その道中で出会った妖怪の敵は、単に妖怪を滅する道具を持つという理由だけでは、 なかった日本の土着妖怪からは、沖縄沖の岩柱で、シラフのものを封印する結界を張る。あの女の息子として、シラフのものの放った妖怪からは、槍の使い手として像をされる塩は、大昔に起きた大妖怪、白面のものと、日本妖怪たちの戦い、そこに関わる母や虎たちの因縁、獣の槍の重要さを知る。封印されて、なお妖怪にも人にも恐怖され、 倒さねばならぬとされる白面のもの。この大妖怪をめぐっては、人間も妖怪も意見統一とはほど遠く、西日本の急進派と東日本の慎重派、二つの妖怪派閥の争いにも巻き込まれる塩。また人間にも食い違いがあり、後派民衆との対立は乗り越えて認められた塩も、米国の大妖怪機関、 ハマーには襲撃されるなど、大集団の不和に翻弄される局面が多発する。しかし、塩は彼らと衝突しながらも、己の意見を曲げることなく、抗い続け、ついには塩を中核として、人間、妖怪の全勢力は、次第にまとまりを見せ始める。だが、力を蓄えていたシラフは、新型の妖怪を投入、希望となる、存在の記憶を喰らう、 女あやかしにより己の力の源である恐怖を復活させるべく動き出す。誰もが塩のことを忘れ、孤立させられ、絶望しかける塩しかし潮のことを虎は覚えていた。たった二人でも立ち向かおうとする潮たち。しかし一度は彼らも破れ、獣の槍は粉々に砕け散る。そして日本各地はシラフによって焼かれ、日本のような柱から、 シラフのものが飛び立ったことで沈み始めた日本に恐怖は蔓延する。だが、砕け散った槍のかけらは、潮のたびに関わったものについた女あやかしを粉砕しながら、再び集結していく。希望を思い出した者たちによって、人々は鼓舞され、シラフの力が弱まると同時に人あやかし両面の戦力は、潮、獣の槍と虎を中心に結集する。 こうして、シラフのものが最も長く封印され、結界を展開するにふさわしい場所である沖縄沖で最終決戦が始まるのだった。1992年から1993年の間に全10話の OVA が発売。その後2002年6月25日に全話番外編を収録した DVD コレクションボックスが東芝デジタルフロンティアから発売された。 ちなみに、第1話から第6話が、第1期、第7話から最終話が、第2期と呼称されている。なお、第9 1例話の、風景威のみを編集しビデオ販売に先駆けて、劇場版作品として、1993年6月5日に公開されている。第8話だけに次回予告が存在する。また、スタッフの一部は後に、OLM を立ち上げ、 ポケットモンスターに関わっていく者が多く参加している。番外編の位置づけで、二等身にデフォルメされたキャラクターたちが織りなす、オムニバス作品集。スタッフ楽曲、週刊少年サンデー2015年1 0号にて、テレビアニメ化決定が発表され、話数は、分割サンクールが放送される、東京 MX 他にて2015年7月から12月まで26話、 2016年4月から6月まで13話の全39話が順次放送。サンデーフェス2015にてメインキャストと出演するキャストの一部が発表された。オープニング前のアバンタイトルのナレーションは、恥高たかやが務める。現代を意識した時代設定となっており、原作発表時にはなかった薄型テレビや多機能携帯電話およびスマートフォンが作中に登場。 原作の第一話から最終話までをアニメ化しているが、下ら水の糸口と、はぐれ外道のエピソード等、映像化されていない話も存在している。第二十二話における、第二十三話次回予告のサブタイトルは、英脚の孤独となっているが、第二十三話では、英語の孤独と、サブタイトルが訂正されている。コミックス目次は、英脚の孤独となっているが正しくは、後者で、 原作者も、誤職としている。オープニングテーマ、エンディングテーマ、牛音、トラキャスト制特番のタイトルで、2015年9月29日より、アニメ公式サイト、YouTube にて配信している。月4回木曜日更新。発売元はいずれも、東芝 EMI。発売元はいずれも、特馬ジャパンコミュニケーションズ。1994年に、小学館から発売された。 ムック、PC エンジン CD r o m カプセル5に付属する PC エンジン用 CD r o m に、デュオコミックとして漫画の第一話をデジタル化したものが収録されている。これは漫画から画像を取り込み、OVA 版と同じ声優陣によるセリフ、効果音、音楽をつけ、ゲーム機で読む漫画を試みたものである。また、2008年4月21日より、 NTT ドコモアイモード公式携帯サイト、漫画家、藤田和弘が開始され、現在、週刊少年サンデーにて連載中の、月光条例をはじめ、本作、牛音虎や、からくりサーカスの待ち受け画像や、着せ替えツールを配信している。1997年11月より、大阪、真田丸跡地近くで活動する、劇団シアター OM が、作者公認のもと、 舞台化している。2008年からは、原作漫画を、全話舞台化しようと、プロジェクトが始動。2016年12月では、第48章、雷鳴の海まで演じている。原作者、藤田和弘は、シアター OM 代表であり、虎を演じる、稲森誠のファンであり、同人物と交流がある。またシアター OM には、藤田が描く、舞台版へ向けて、 色紙が多数展示され、舞台国チラシは、毎回藤田氏の描き下ろしイラストが使われている。本作と、同じく週刊少年サンデーで連載されていた、椎名隆原作の、ゴーストスイーパー、三上極楽大作戦。には、主人公の三上玲子が、獣の槍を持っているシーンがある。また、漫画とテレビアニメ版は、ゴーストスイーパー三上の背景には、 青月潮や中村麻子が登場している。ありがとうございます。